セガ体感ゲーム。アーケードゲームならではの大型ムービング筐体でファンを魅了。桁外れのスプライト機能や高速処理を駆使したセガ体感ゲームの家庭用ハードへの移植は困難であった。しかし、セガ体感ゲーム第2弾、スペースハリアーから一応の最終作となるパワードリフトまで、一つのプラットフォームで楽しめるハードたちがあった。海外8ビット御三家。コモドール64、アムストラッド CPC、ZX スペクトラムである。セガ純正ハードですら成し得なかったセガ体感ゲームほぼコンプリートをやってのけた海外8ビット御三家の中から、ゲームグラフィック TV で局地的人気を誇る ZX スペクトラムに絞って紹介していこう。セガ体感ゲームの海外移植は第2弾となるスペースハリアーから始まっており、海外8ビットハードではなぜか第1弾ハンゴンの移植はセガの8ビットシリーズと MSX のみであった。かくしてセガ体感ゲームシリーズ第2弾スペースハリアーが ZX スペクトラムに登場する。移植はエリート。これまでもゲーグラとして紹介しているだけに詳しい説明は避けるが、ZX の中でも最もメモリー容量が少なく、サウンド機能もビープ音しか持たない ZX スペクトラム 48K を基準に作られているため、非常に質素な印象を受ける。しかし、よく見てみるとスピード感はなかなかのものであり、下品な効果音と目に優しくない配色さえ我慢すれば、十分楽しめる移植度であると言える。ZX の無茶移植の代表作としてゲーグラ的には非常に有名な作品である。セガ体感ゲームシリーズ第3弾エンデューロレーサー。移植はアクティビジョン。エンデューロレーサーの移植といえばアーケードとは似ても似つかないクォータービューのセガマーク3版が有名であるが、 ZX スペクトラム版はアーケード版を可能な限り再現。ハードも PSG が使えるようになったZX スペクトラム 128K に対応しており、サウンドが流れるようになっている。ZX への移植は、実は結構後期である。スピード感などは次に紹介するアウトランとは比べ物にならないほど良いものになっている。一目で ZX とわかる配色は相変わらずだ。セガ体感ゲームシリーズ第4弾、アウトラン。移植は US ゴールド。こちらの ZX 版はゲーグラではもはやおなじみ。徐行しているようにしか見えない凄まじいもっさり感とマジカルサウンドシャワー温度のマッチングが強烈な印象を残す。せっかく背景などを極限まで簡素化しスピードアップを図ろうとしているのに、無駄にデザインに凝りやたらでかく表示される自社が全てを帳消しにしている。ZX へのセガ体感ゲームシリーズ移植ではスペースアリアと並びクオリティが低い作品であると言える。セガ体感ゲームシリーズ第5弾スーパーハンゴン。
移植は ZX 版 R タイプでおなじみのエレクトリックドリームソフトウェア。初代ハンゴンは移植されていないが、スーパーハンゴンはしっかり ZX スペクトラムに移植されている。こちらは 48K 基準であるため BGM は流れない。ビーポンを加工していると思われるエンジン音は全くエンジン音に聞こえない。自社に色がついている稀なゲームである。スピード感はアウトランに比べれば全然マシであり、遊べるレベルと言えるだろう。セガ体感ゲームシリーズ第6弾、アフターバーナー。こちらもゲーグラ的には有名な作品である。圧倒的スピード感は他の家庭用ハードに全く引けを取らないと言えるだろう。画面のすべてを簡略化し、スピードへ振った両移植である。アフターバーナーを移植したアクティビジョンは他にもギャラクシーフォースを移植。そのグラフィック以外非常にハイレベルな移植をやってのけており、信頼できるブランドであると言えた。48K 版と 128K 版が用意されており、128K 版はサウンドが流れるようになっている。セガ体感ゲームシリーズ第7弾、サンダーブレード。ZX へのセガ体感ゲームシリーズ移植では実は最高発になる作品。ZX スペクトラムが成熟しきった頃に出た作品とあり、なかなかハイレベルな移植となった。ややもっさり感はあるものの、しっかり拡大縮小をやってのけ、2D と 3D の2つの画面もちゃんと用意されている。ただし 2D から 3D へは画面切り替えで行っており、オリジナルのような拡大縮小を使ったものではない。キーボードとジョイスティックの両方を併用する操作形態をとっており、操作性は決して良くない。移植は悪名高いアウトランドおなじみ US ゴールドであるが、隠れた技術力の高さを見せつけた作品であると言える。こちらもアフターバーナー同様 48K 版と 128K 版の2つが用意されており、128K 版はサウンドが流れるようになっている。セガ体感ゲームシリーズ第8弾、ギャラクシーフォース。アクティビジョンが移植を担当。こちらもグラフィックよりスピードに振った作品であり、マスターシステムで発売されたギャラクシーフォースよりもよほどアーケードの雰囲気を再現した良作である。ステージ構成もアーケード版に準じたものになっており、よくぞ ZX でギャラクシーフォースを再現したと称賛できる内容である。オリジナルはスプライトの化け物と呼ばれるほど凄まじい物量の敵キャラが登場したが、 ZX 版はさすがに減らされている。次世代機ですら完全再現が難しいと呼ばれる作品なのだから仕方がないといえば仕方がないのであるが、こちらも 48K 版と 128K 版が存在。基本的に 48K 版ベースであり、 128K 版はサウンドに対応しただけである。 48KB のメモリーでこれが動くのだから ZX は恐ろしい。セガ体感ゲーム第9弾、パワードリフト。セガ体感ゲームシリーズと銘打たれた作品では最後となったパワードリフトも ZX で無理やり再現。移植はおなじみアクティビジョン。恐ろしく質素なグラフィックであり、なんとかパワードリフトに見えなくもない。オリジナルには遠く及ばないが、それなりにスピード感もあり、さすがはアクティビジョンといえる作品であるが、過去のアクティビジョン体感ゲームシリーズ移植の中では一番出来が悪い。だが ZX でパワードリフトらしきものができるというだけで十分価値がある作品と言えるだろう。一部を除いてしっかりセガ体感ゲームシリーズの雰囲気を再現してみせた ZX スペクトラム。やはり ZX に移植できないゲームはないと言いたい。こうしてゲームグラフィック TV を見ているファンを魅了する ZX スペクトラムを今後もプッシュしていきたい。日本に不可能はない MZ700 があるように、海外には移植できないソフトはない ZX スペクトラムがあるのだ。